YouTube を始めるにあたり、これはしておいた方がいいことなどありますかということなんですが、YouTube の内容によりますけどね。YouTube を始めるにあたり、これをしておいた方がいいことは、僕よ、ポイントは、どの顧客を相手にするか決めた方がいいです。だから YouTube で自分が動画を見てほしい人たちっていうのが、どういう層なのかっていうのは、調べておいた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。うん。あとは広告費で稼ぎたいのか、それとも YouTube をその起点にして何か物を売りたいとか、僕みたいに有料サービスに誘導したいとか、そのバックエンドを決めた方がいいです、基本的には。YouTube だけで稼ぐのは相当難しいです。バックエンドがないと稼げないです。実はこれ昔から全く同じで、みんなだからね、学ばないんだよね。テレビとかもさ、タレントさんってテレビですごいギャラもらってるって皆さん思ってたでしょ？今はもっと低いと思うけど、僕はテレビ出てた頃でも、結構、タレントさんで、ね、テレビに出てお金をいっぱいもらってる人でも30万から50万ぐらい。はい。だ本当に一回出て100万円とか以上のお金をもらえるのは、もう超絶名士官みたいな、タモリさんとか、マツコドラックスさんとか、ああいうレベルの人だけです。でも、週一のレギュラー番組とって100万、200万もらったところで、月800万ぐらいしかならないわけですよ。だから、芸能人で大して儲かってないんです、そういう意味で言うと。じゃあ、彼らどうやって儲かってるかってバックエンドがあるんですよ。バラエティにいっぱい出る。ドラマにいっぱい出る。映画に出る。有名になる。有名になったら企業から CM をもらう。これでドカンなわけなんですよね。まあ、とはいえでも CM 一本もらったことで数千万ですけどね。はい。なんで、自分がそれを始めるにあたって、その先に何を売るかってことを考えないと、収益には繋がらないでしょうね。例えばじゃあ、化粧品を売りたいと思ってる人が、子供向けの番組とか、子供向けを対象にして YouTube やる意味はないわけですよ。だからそのターゲティングをしておくっていうのは大事だと思いますけれども。